塾全然意味なかったわ、うち。塾全然意味なかったな。国語とね、数学やってたんだけども全然だったな。意味ないよな。結局やる気だよな。まだ高校生だろ。うちも今年留年決定してるから、もう諦めてんだ。どうしよう。うち学年また高1からやり直させられたら、高2を保ちたい。高2をちゃんと保ちたい。でももう高1の話とか大体忘れたよな。でも高1楽しいから高1やりたいな。キャンプ行きたい、キャンプ。